ばい、入った、うわーマジか。はい、16番ホールパー5、545ヤードですね。左サイドがずっと池になってるのに対して右からの風なので結構難しいですね。しっかり打っていきます。はい、今のは個人的に完璧なショットでした。260ヤードぐらい飛んでフェアウェイなのでセカンド頑張ります。はい、池の先がですね、だいたい208ヤードあって、右からのフォローの風なので、ちょっと目の前に木があるんですよね。目の前に木があるので、ちょっと4番ユーティリティの方で手前にちょっと刻もうかなっていうふうに思います。ちょっと前足上がりですね、傾斜は。うわーマジか、超えなかったです。今池に入ったのでワンペナで次4打目しっかり乗せたいと思います。まあ仕方ない。はい、次はですね、7メートルのパーパットです。でちょっと登ってるので、まあ、しっかりめにインパクトをして打ちたいなというふうに思います。で少しフックラインですね、頑張ります。わー切れるか。わー結構行きましたね。これはちょっとミスです。はい、残り4ヤードちょっとなんですけど、このカップのところがちょうど下りのラインなので結構難しいですね。これあんまり打ちすぎるとずっと下に下っていっちゃいます。ちょっと気をつけて、スライスライン打ちます。いやー、やっちゃいました、ダボ。まあ仕方ないですね。はい、ピンまで147ヤードでアゲンストなので、あとですね、ちょっとグリーンの手前に池があるんですよね。なので絶対グリーンは越えたいなっていうところで少し大きめ7番アイアンで打っていきます。止まれ、 OKOK、 まあ OK です、狙い通り。一番プレイヤーが、いやこういうの入れていきたいですね。残り9ヤード9メートルの、バーディーパットですね。まっすぐのラインで読みたいと思います。うわマジか、ハザード一番プレイヤー。いやーやばい、やらかした。次ちょっと頑張ります。今池だったのでその手前のところからですね、池の手前から62ヤード、56度で打ちます。まあ、OK です。
これもさっきと一緒ですね。打ちすぎたらもう池行っちゃうので、ほんとチョンでチョンと行きたいと思います。いや危ない、ダブルボギー。いやこれきついな、仕方ないです。はいはい、最後ですね、18番ホールパー4334ヤード。まあ、ここアゲンストなんですけど、まあ、しっかり風に負けない球を打ちたいと思います。バンカー越えろ。いやー仕方ない、バンカーでした。90ヤードのアゲンストなので、まあ、あとバンカーですね。ちょっとこのバンカー難しいんですけど、まあ、ピッチングでしっかり打てればいいかなというふうに思います。あー壊れた。お、いやちょっと弱かったですね。まあ、一番残り14ヤードのアプローチです。しっかり寄せていきます。カンシーパー。いや OK です。いやお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。ラウンドが終わりました。一応スコアが79ということで、まあ、シミュレーションゴルフだと自己更新というところのスコアを出すことができました。まあ、ちょっとですね、3月大型企画っていうので、このシミュレーションゴルフを使ってライブ配信っていうのをあるプロお呼びして、計画しておりますので、まあ、ちょっとこれからしっかりと仕上げてですね、プロになんとか食らいついていけるように頑張りたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。